あだじゃあ、手当たって、フレームで使って誰かに見つかるかしようかな、じゃあ。あれみたいな <laughs>。あれなんでこうなせ使ってんのみたいな。そういうスリル感を味わおうかなじゃあ。誰かにバレ,バレるかバレないか、みたいな。ね、遭遇した人にバレるか、みたいな。でも意外とみんなちゃんと多分、入れは見てないんで気づかないかもしれないけどね。バレない可能性全然ありますけど。俺、なんでこんな持ってんのみたいな。あれ持ってなかったよな、みたいな。あるかもしれないけど。 キング・ショ売却な、涙が出る。うん。本当に引いて自慢してもワンピースの嘘夫と一緒で本当のことを嘘だというより嘘つき続けてほしいです。あ、そっちのね、かくらんね。あの、あれね、あの、編集かなんかしてね。うん、でも動画作ったらさすがに詐欺になるんで、動画とか作れないですけど、あれね、あの、画像とかでね。<laughs> あの引いたところだけね。拾い,い画とかやんないんで、あの、自分でちゃんと作るんで。 やったーみたいな。やった当たったーやけど、どう見ても嘘みたいな。まあちょっとなんか分かりにくい嘘はね、ちょっともう騙そうみたいになってるからあんま良くないですけど。まあ先に伏線貼っとけば大丈夫でしょう。罰ゲーム二24時間配信とか絶対やんない。絶対やんない。やるって言ってやるのきついからな。結果24時間になるときはいいと思うんですけど、あらかじめやるって言ってやるのきついやろからな。 さあ、ここまででいいかな。これ何週目今3週目ぐらい <laughs> ただこの色赤ちゃんいや、ただこの色赤ちゃんじゃない。立派な28歳。西,西川さん熱たし満足じゃないよ、まだ。うん。見つけた人には700万プレゼント企画でいきましょう。いや、僕で,でもね、ちょっとこれもう、もうあんまりやる気ないから言うけど、一回さ、マジでさ、あの、ふる、 僕が思いついた企画ね。入れ間あるじゃん、入れ間。入れ間でスタンプ押す人あんまいないじゃん。たまにいるけどね。スタンプ押して、あの、よろしくって押して、帰ってきた分だけガチャ引くとかやろうかなと思ったんですよ、一回。マジで。でもこれ言ったら返してくる人いると思うんで、もうやんないけど、もう没企画ね。マジでそれ10試合ぐらいやってやろうかなと思ったけどね、あ絶対帰ってこない自信がむしろあるんで。 意外とみんな返してきたらもう地獄見るけど、よろしくよろしくみたいな <laughs> やべえってなるけど、で面白いんじゃないかなっていう。J クラにちゃんとあの、コミュニケーションを取るように、みんなを教育しようっていうね。うん。<laughs> みんなに教育しようと思って、J クラミアのコン,コンタクト取れなすぎ。あの、コミュニケーション取っていこう、うん。スタンプをちゃんと押そう。という企画ね。絶対帰ってこないと思うんだよ。 今の J クラ界隈。スタンプ押しても。さすがに帰って、お、早っ。もう次行っていいかな、もう。<laughs> もう55件ぐらい良くない正直。あ、でも回復薬ハーフまだ。回復薬残ってるからまだいくか。これね、GP が欲しいんだよ、回復薬。いやー。もう一回。いやー。 これ追いたくねえ、もう。いや、もう見捨てるわ。いら、いらない、いらない、いらない。おいおい、もう無理やわ。おいおいせっかく早くアドバンテージで出たのに、これ以上行ったら55件のためになんか嫌な予感した、今。ああいう時ってさ、だいたい最低限とかに眠ってるよな。欲張ろうとしたら。僕の嫌な記憶。これがね、ビクロのね、沼る原因の一つなんだよな、あれな。早めに特徴出て。 特徴遅い時は別にね、もう紛れなく引くしかないんですけど。こういう時は別にいいんやけど、早めに出た時ってもう片方大体奥に入ってるイメージなんだよね。うん、だからこういう時はいいんだよね、別にね。じゃあ当てていいっすか皆さん。ここにお気に入りクラブ券が一枚あるんですけど、もしここで当たったら、もしかしたら嘘じゃないのかもしれないよ。 うん。ま、うす、まあ、さっきの時点では持ってなかったけどね。実際、ここで金旗出して、どうするあるぜ。配信ってそういうもんやから。ね配信ってそういうパワーがあるんで。ちょっと待って、鹿島に書いたよね。だ <laughs> めダメ。お赤ね。 ボールで下カットに入って出て出くんねえかな <laughs> ンっっまあ菅井選手がね、これそうなんですよ。菅井選手がね、回収できるちょっと上手いんだよな、僕的には。ちょっと嬉しいんですよ、僕。だからちょっと引き、まあ、正直、鹿島はね、結構、引きやすいんだよな、今な、レギュラーが。菅井選手いるのもそうですけど。ちょっとね、菅井選手はやっぱ僕はね、気になりますからね。菅井選手は、クラチャン4位になろうとしてますけど。 <coughs> そうだな。表やっぱ当たんないんだな。裏で、じゃあ今日、一枚だけ引いてきて、忍ばしとこう。いやーパーいー、パワーじゃないんだよなパワーじゃないんだよな EP 欲しいんだよ。僕、あんまり EP 欲しいってことないんやけど。EP が欲しいんだ EP が。<laughs> EP が欲しいんですよ。 まあでもさ、ぶっちゃけまだ期間あるからね。2月の8日ぐらいまでしょ。これちょっと藤田選手売却かな。うん、ゴールキーパーちょっと、いいわ。さすがにゴールキーパーちょっともう広く持たないわ。上の方や、上の方の選手だったら持つけど、キラーリとかね。もうハチマキも、ハチマキじゃない。ミサンガももう、ほぼ、 今月は、足りるな、これな。さあ、ということで。まあ、こんなもんにしときましょうか。ああ、これ、いや、これでしょう、皆さん。いや、これはあるぜ。えこの、予期せぬ配布物はあるぞ、これは。ここかよ。なんだよ。この75件かよ。んだよ。そういうことかよ。終わりと思ったのに。 なるほどね。これ一回振りを入れといて、あの、高度なテクニックね。うん。ここで出すってやつね。75系やったらマジで割りかしワンチャンスあるけどな。<laughs> 割りかし75系はチャンスあると思うけど。75系でちなみに、鹿島の75って誰なんだ ?75 ぐらいってね。まあ、行きましょうか。安西選手とか、ここら辺ですかね。ほい。なんでやねん。いやでもわからんよ。出ないから。 この前の西川選手の時も出てないから。<laughs> 甘くないね、さすがにね。そんな甘くないよな。うん、そんな僕自衛らそんな甘かった苦労してないもんな。安西選手ね。はい。ちゃんと安西選手当てたな。安西選手が出るって言ったもんね。うん。ちゃんと安西選手出たわ。いや、でもいいよ。どっかで一発。満塁ホームラン打とう。満塁ホームランを。 これさ、ミッションさ、あと何があんの <laughs> なんかまた、鬼畜ミッションあれやん。BP60 勝しようとか。このタイミングかよ。もう入れ間、終わってる人いるだろう。<laughs> ちょっと待って、資金が <laughs>。<laughs> やばい、資金が120万しかない。資金120万。さあ、ちょっとやばいね。120万ちょっとやばいよ。うーん。120万。さあ、ということで。じゃあ。 今日はこんなもんしときますか。まあ夜は、まあ、触れまえろう。うん。触れまえります。また。まあ多分、まあでもわかんないな。どうしよっかな。今日ぐらいは、びくらやってもいいな。まあちょっと考えます。考えましょう。うん。ちょっとこの岩崎選手ちょっと試すわ。うん。これがだってね、結構完食位置にってなったらもういらないからね、トップアシストで。来年の岩崎選手更新狙いもいいんだから。うん。 ということで皆さん、あの裏で当てときます。すみませんでした。あの表じゃ当たんないです。裏でね、あのしっかり当てとくんで、はい。匂わせ、つい止待っといてください。<laughs> まあ、ノーマル沖に入りで山岸当ててる男、そうなんですよね。ノーマル沖にいで山岸選手ぶち抜いてる男なんで、何があってもおかしくないですけど、まあ、なかなかでもそんなね、甘くないですよね。うい、これはね。あ、ピプさん、お疲れっす。えー、来週天気でまた,また忙しいね。 来週か。1月いっぱいで転勤ってことか2月付けで。珍しいタイミングですね。年末、年度末とかじゃないのかな。緑町田さん、お疲れです。えー、今回中原狙いでライブ走って50位内入りました豊川でした。まあそういうこともあるよね。僕も似たような経験が <laughs>。先日ありました。はい。まあでも、まあナイスファイトですよ。あ、サラマンダさん、お疲れっす。あ、サラマンダさんですよ。みんなサラマンダやからな。あーさん、お疲れっす。おっさら。 ゆうさんお伝えした、まあ、夜また配信するんでぜひね夜も遊びに来ていただけたらなと思いますじゃあ今日はこれで終わりますおつしたバイバイ